皆さんこんにちは、トライアングルの山健です。そしてですね、奈良子釣りセンターの渡辺さんです。奈良子釣りセンターの渡辺です。今回ですね、クラウドファンディングで、奈良子釣りセンター支援、プロジェクトというのをですね、立ち上げさせていただきました。8月にですね、ちょっと大変な水の被害がありまして、はい、8月の7日に、はい、3時間で8月1ヶ月分の集中豪雨に遭いまして、はい、なんかね、ニュースになったんで皆さんも見たと思うんですけど、大月近辺が急激な雨に降られまして、はい、全ての施設に土砂が入りまして、はい、被災しました。なんか初めてですよね、冠水したのは。結構何回も台風の流されるのはあったけど、そうですね、建物の上まで水が行ったのは、はい、今回が初めて、はい。で、今ですね、奈良子釣りセンター渡辺さん頑張ってですね、この見ても分かる通りですね、だいぶ復旧して釣り場としてはもうオープンしているんですけど、はい、大事な8月の夏休みのシーズン、7日に雨に降られた後一切営業できずという、はい、状況でございまして、渡辺さんから前々から奈良子 T シャツとか、はい、奈良子グッズが欲しいなって話を伺っておりまして、はい、まあ、今回のこのタイミングで、まあ、いい機会っていうのはちょっとおかしいな話なんですけど、クラウドファンディングっていうシステムを使うんであれば、まあ、リターンが必要なんで、そのリターンに奈良子グッズをつけて皆さんの支援をもらったらいいんじゃないかなっていう話をさせていただいたですね、はい、グッズを考えさせてもらいました、はい、正直僕たちも欲しいというちゃんとしたグッズを皆さんにお届けできると思いますので、グッズを身にまとって遊びに来てほしいなって思いますね。はい、タオルなんかもぜひここでこう拭いてもらって汗を、はい、マグカップでコーヒーを飲んでもらって、あ、最高ですね、はいはい、ロッジで飲むコーヒー最高なんでね、うん、で、これを機会にですね、もし奈良子釣りセンターを知ったという方、クラウドファンディングなんでね、いろんなとこから見てくださると思うんですけど、ぜひね、次初体験でも楽しくできますので、遊びに来てほしいですよね、はいはい、グッズだけじゃなくて釣りはもちろん釣り場なの で、ね、釣りをしてもらうことも大事だと思っています、はい、なんでですね、まあ、両方釣り場に遊びに来ることと、まあ、グッズをちょっと楽しんでいただくことと、ということでね、両方合わせて支援だなと思っていただければと思います。もうすっかり釣り場自体は営業してますんで、はいはい、頑張って営業してますので、はい、放流もちゃんとされててですね、はい、今日も実は別件の取材で入ってるんですけど、とっても釣れてますんで、はい、皆さんぜひ遊びに来ていただきつつ、この鳴子釣りセンターの支援の方よろしくお願いしたいと思います。というわけで、皆様の温かいご支援をお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。